こんにちは。社長のためのオンライン動画ワークショップを開催しておりますコラボズの江川です。さて、 iPhone 撮影で気づいたことがありますのでシェアしたいと思います。というのも昨日坂口の iPhone が、10R っていうね、今から2年ほど前に機種変したやつなんですけど、長い尺、特に20分ぐらいの尺が2本3本とちょっと作ったんですが、撮影したんですけど、ストレージがいっぱいになったりだとか途中で止まったりだとか、やはりその長い尺の動画にはあまり向いていないと。しかし私の 12 Pro Max の場合は20分クラスの撮影3本やってるんですけど全然何ともないんですね。ということで機種によって iPhone の機種によって長い尺が大丈夫なのとちょっと不向き、負担がかかりすぎて iPhone 壊れてしまう可能性がありますので、長い尺は極力避けた方がいいかもしれませんね。ちょっとこのことをお伝えしたくて、今日はこの動画を作りました。レッツ動画。